65点、ママか。ほほー、歌のテストも平均点だ。さすがですね。ほんと楽は桐崎さん他クラスの美少女たちに囲まれてるってこと以外はとにかく普通だよな。いや、普通の中の普通、ぼんやり高校一の普通男。普通普通ってうるせえな。そういうお前は何点なんだ。ないしょ。すげえ腹立つ。大丈夫ですわ、楽様。点数は普通でも、そのたくましくもしっかりと通る声はまさにオンリーワンですもの。そうか、どこにでもいそうな特徴のない声に聞こえるがな。だから普通普通って言うな。さすがにちょっとへこんじゃうだろうが。ああ、でもみんなは知らないのよね。こいつ演歌だけは激うまなのよ。へえ、意外ね。一条くん演歌が好きなんだ。初めて知ったよ。もう演歌はよく歌ってるからな。環境のせいか、小さい頃から演歌ばっかり聞いてきたから自然と歌えるようになっちまったぜ。年寄り臭い特技だな。年寄りって言うな。っていうか全国の若手演歌ファンに謝れ。もう、それよりもなんで桐崎さんだけ楽様の演歌を聞いたことがあるんですの。不公平ですわ。私も楽様の激うま演歌を聞きたいです。いや激うまってほどじゃねえよ。そんなに持ち上げんなって。先生、今すぐ演歌を弾いてください。こら、先生になんてこと頼んでんだ。こんな場所で歌えるかっての。では今度カラオケに行きましょう。それならいいですわよね。あ、おー、それなら別に。カラオケか、久しぶりにいいわね。つぐみ、あんたも来なさいよ。え、私もですか。いいねいいね、瑠璃ちゃんたちも当然行くっしょ。いいわよ、あなたが全額出して別室なら。それ一緒に行く意味なくない。なんだか楽しそうだね。小野寺もか。そりゃいいな。ここでガツンとクールに演歌を歌えば小野寺からの評価も上がるかも。では皆さんとのカラオケは後日決行ということで、今日は二人きりで行きましょうね、楽様。え、なんでそうなんの。だって楽様の甘いボイスをたくさん聞きたいですもの。その後は夕食を一緒に食べて映画でも見に行きましょう。これで決まりですわ。こらこら、それって完全にデートじゃない。ダメよ、断固拒否。ふふ、焦っておいでですのね、桐崎さん。わかります。でもそれを決めるのは楽様ですわ。ダーリン、どうなの。言ってくれますわよね、楽様。あー、結局板挟みになっちまった。奈落、放課後なんか用事ある。いや、別に。オッケー、じゃ、今日はお前ん家で勉強会しようぜ。は？なんで。なんでって、文化祭も終わって来月には試験が待ってるだろ。ああ、そういやそうだったな。なんだかんだで俺もあんまり復習できてねえし、別に構わねえけど。本当の目的は勉強会を餌に桐崎さんをはじめとする我がクラスの美少女たちとキャッキャウフフしたい。そんなこったろうと思ったよ。まあまあいいじゃんか、女の子たちは俺の方から誘っとくからさ。もちろん私はオッケーですわよ、楽様。はや
やったー、まずはマリカちゃんゲット。あ、でもいろいろと準備してから参りますので、皆さんで先に勉強会を始めていてください。了解。ってことでよろしくな、ラク。ではラク様、また後ほどお会いしましょう。ああ、立花の準備って一体なんだ。で、ここはこうして、こう。わあ、すごい、もう解けちゃった。ちとげちゃん教えるの上手だね。そうかな。ルリちゃん、俺にも勉強教えて。集中してるから話しかけないで。へえ、せっかくの勉強会なのに。じゃあ、せいしろうちゃん、ここの問題だけど。自分で考えろ。そして二度と私に近づくな。あれ、俺の思ってた勉強会と違う。全然キャッキャできない。知らねえよ。ったく、言い出しっぺのくせに全然真面目に勉強しないのな、お前。やだな、俺はいつだって真面目だぜ。これで俺より成績いってんだから腹立つぜ。ところで、マリカちゃん遅いね。まだ来ないのかな。そういや、みんな集まってからずいぶん経つよな。ちょっと外見てくるわ。まああいつに限って道に迷うなんてこともねえとは思うけど。ん？鼻歌？っていうか、この声は。リュウさん、お醤油を取ってくれませんか？それから、そちらにいる方々はお皿の準備を。おう。何やってんの、お前。お夕飯の支度ですけど。ですけどじゃねえ。なんで当然のようにうちの台所に立ってんだよ。愛するラク様に美味しい夕食を振る舞うのは妻たる者の当然の務めですわ。ここでラク様に味見をしてもらうのもなんだか新婚っぽくていいですわね。というわけでラク様、はい、あーん。あーん、じゃない、勉強しろ勉強。花嫁としてラク様のお家の勉強をさせていただいてますわ。なんつーへりくつだ。このお嬢ちゃん、確か坊ちゃんの語学友ですよね。でも今花嫁って言ったような。あー、もしかして新しい愛人ってやつですかい。くー、さすがお坊ちゃん、そんじょそこらのやつとは格が違いやすね。お前ら、俺をどんな男だと思ってんの。ああ、マリカ、騒がしいと思ったら何してんのよあんた。ですから、ラク様の妻として料理を。ああ、そういえば幼稚園時代に無理やり婚姻届を書かせた一条ラクの元いいなずけだったか。ラク様、なんだかこの人たち怖いですわ。俺はお前の行動力の方が恐ろしいよ。どさくさに紛れて抱きつくな。うわ、ちとげちゃん落ち着いて。すげえ、坊ちゃんの制裁と愛人の座をめぐって嬢ちゃんたちが骨肉の争いを。さすが坊ちゃん、こりゃ血を見ることになりそうだぜ。お前らも変なこと言ってねえで止めてくれよ。で、坊ちゃんの本命は誰なんです。え、大丈夫っすよ。本当は誰が好きでも、あっしらは常に坊ちゃんの味方でさ。坊ちゃんの恋、全力で応援させていただきやすから。いや、そういうことじゃなくてだな。さあさあ、サクッと答えてください。それは。も
もちろんマリカ。こら、勝手に答えんな。一条楽、貴様、お嬢というものがありながらさっきから立花マリカと仲良くしすぎだろう。死ぬか。誤解だ。小野寺、違うんだ。俺はやましいことなんてしていない。なんで小崎ちゃんには弁明して私には何もないのかしら。ちとげまで。おあの小さかった坊ちゃんがこんなにも女の子にモテるようになって、あっしゃ嬉しくて涙が止まりませんよ。よっしゃー、ここは坊ちゃんのためにあっしらが一肌脱ぎやしょう。何言ってんの。一体誰が坊ちゃんのナンバーワンなのか、つまり料理対決で見極めさせていただきやす。なんでだ。ブブ、相変わらず楽の近くにいると面白いな。最高。あなたが本当に彼の親友なのか疑わしくなる発言ね。はあ、マジで料理対決すんのかよ。審査員はアッシュと坊ちゃん、シュウ坊ちゃん、そしてシュウエイ組の若いシュウでさ。ウィス、お前ら随分と楽しそうだな。いやー、すっげえ面白いぜ。ありがとな、ラク。いい笑顔すぎんだろお前。まったく、なんで私まで楽のために料理作んなきゃいけないのよ。あら、別に逃げても構いませんわよ。どちらにせよ霧崎さんのバナナ料理では楽様の心はつかめませんから。なんでバナナ限定なのよ。くー、見てなさい、私が渾身のオリジナル料理を作ってみせるんだから。サポートはお任せください。立花マリカごときにお嬢を負けさせはしません。やっぱり私には無理だよ。お母さんにも外で料理するなって言われてるし。大丈夫、私が手伝うから。なるほど、桐崎さんチーム、小野寺チーム、そしてマリカちゃんか。いいね、モテる男は。女の子たちの手料理を食えるなんて幸せ者だな。俺には地獄が待ってるようにしか思えないけどな。ラク様、愛情たっぷりの料理ができましたよ。さあ召し上がってください。おお、早いな。待って、ずいぶん前から作ってたから当然か。温かいうちにどうぞ。そうだな、頼んじゃいないとはいえせっかく作ってくれたんだし、ありがたくいただこう。今日はラク様の好みに合わせて和食にしてみましたの。私、ラク様のことなら何でも知っておりますわよと言いたいところですが、実際はラク様自身がおっしゃったのですよ。もちろん昔のことですけど。まあ、思い出してくれたのですか。嬉しいです。私の思い出がラク様の中にも残っているなんて。ずっと頑張ってきた甲斐がありますわ。とにかくこの10年間は和食を中心にたくさんお料理の練習をしてまいりました。それもこれも素敵な花嫁になるため、全部ラク様のためですよ。感激するのはまだ早いですわ。ちゃんと私の手料理を食べていただかないと。そういえば私ったらつい昔のラク様の好みに合わせて料理を作ってしまいましたが、今でもラク様は和食がお好きなんでしょうか。ラク様、今のラク様はどんな料理がお好みですか。よかったで
めないうちにどうぞ。はい、召し上がれ。あ、ちょっとお待ちください。はい、今度こそ。あーん、いいよ橘、自分で食べるから。あーん、うん、どうですか、ラク様。うまい。まあ、本当ですか。お、焼き具合もバッチリだし、味付けもすげー丁寧だな。正直驚いちまったぜ。お前マジで頑張ってたんだな。これならいい嫁さんになれるんじゃねえか。ラク様がお望みなら今すぐお嫁さんになってもいいんですよ。え、あ、いや、そういう意味で言ったわけじゃ。私であれば毎日だってラク様の好きなものを作って差し上げられますわ。さあ行ってください。私に毎朝味噌汁を作ってくれと。近い、顔が近い。まだまだ遠いくらいですわ。この展開はまずい。今は千棘も小野寺もいるのに。ダリン。え、なんでしょうか。何怯えてんのよ。ほら、私の料理もできたわよ。マリカのだって食べたんだから、当然私のも食べてくれるわよね。なんだこれ、カレーなのに動いてんぞ。すごいでしょ、生きのいい材料を使ったのよ。ダメだ、こいつは根本的におかしいぞ。あの一条くん、私も頑張って作ってみたんだけど、よかったら食べてほしいな。小野寺も来たか。相変わらず仕上げは完璧だな。今回はルリちゃんにも手伝ってもらったからきっと大丈夫だよ。そういや、宮本やつぐみたちはどうしたんだ。二人っていうか、みんなだったらあんな感じ。うわあ、まあこれはひどい。大丈夫かお前ら。すいません坊ちゃん、審査員として先にお嬢ちゃんたちの料理を食べさせてもらいました。なんて無謀だ。つぐみたちも何度か味見してくれてたんだけど、なんか急に倒れちゃって。私もまずかったかな。まさに地獄絵図ですわね。でも大丈夫よ、ラク。つぐみがいなくなってからも何度も改良を重ねたから、みんなの犠牲は無駄にしないわ。犠牲が出てる時点で料理とは言えないわけだが。やっぱり食べてもらえないよね。坊ちゃん、ぐわっ。リュウ、立ち上がっても平気なのか。坊ちゃん、男ってやつは惚れた女のためなら危険を顧みず飛び込んでいくもんです。パワー。リュウ、しっかりしろ。二人の料理を食べろってのか。ラク、一条くん、うん、そんな目で見ないでくれ。ラク様、お二人には申し訳ないですが、その無理はなされない方が良いですわよ。いや、俺も男だ。ここで引き下がるわけにはいかねえだろ。行くぜ、しとけ、俺だ。うわあ。お、
優しいのですね。どうしましょう。そんなラク様がますます好きになってしまいましたわ。のんびり言ってないで、ラクを起こすの手伝いなさいよ。一条くん、しっかりして。ん？メール？ちとげからか。ラクへ。最近あんたちょっと冷たくない？私なんかしたかな。自分で言うのもなんだけど、心当たりがありすぎて。本当ごめん。もし何か嫌だって思うことあったら言ってよね。一応とはいえ恋人だからちゃんと聞くし、直すようにするからさ。じゃあまたね、ちとげ。そういや最近あんまりチトゲと話をしてなかったかもな。クロードたちに怪しまれると厄介だし、もう少し気にかけていかねえと。おはよう、一条くん。あ、おはよう、小野寺。この時間で会うの珍しいな。うん、ちょっと家の手伝いしてたら遅くなっちゃって。そっか、えらいな、朝から手伝いなんて。ううん、全然そんなことないよ。あのさ、このまま一緒に教室まで行ってもいいよな。もちろん、嬉しい。いや、違う、そうだね、教室まで一緒に行こう。